実潮時にですね、エギをこう投げて沈めてしゃくってくる、私自身はですね、エギをボトムを取るとよくね、一般的に言われるんですが、エギをね、ボトムにつける必要は全くありません。エギをね、ボトムにつけると、今の時期ですと、海藻が半もですね、海藻がいっぱい生えてますので、簡単に、海藻の切れっ端がくっついてしまってピックアップ してもう一回投げ直さなきゃいけない、そういった手返しが悪くなるような、ことが多いので、ボトムを取る必要はありません。活性が高いアオリイカはですね、自分よりかなりね上の層までね、餌を追って、食い上げるというかですね、追ってきます。なので手返しを考えたら、エギをね深いエリアまで沈めてしゃくってくるという動作をするよりも、もっとね、表層とは言わないんですが、まあ、例えばアオリイカ見えるこう範囲まである程度沈めたら、ある程度早いテンポでしゃくってくるような釣り方の方が、食い気があってね、餌を探しているアオリイカはね、どんどん追ってきますので、そういったことを、ちょっと注意していただければと思っています。あとですね、活性によったりとかですね、潮の色、あとは水中の光量によって、あとはまたそれに合わせて使うエギの色によってですね、見えづらいから、じゃあもうちょっとアオリイカ寄りに少し深めのレンジにしようとか、例えばアオリイカの活性が低い場合にも、やっぱり上まで追いかけてこないので低いレンジを狙う、ね、そういったケースバイケース、状況を、ね、きちんと判断して、釣り分けるようなことも、スキルアップに必要だと思います。あとはですね、同じ回遊待ちで、同じポイントをこう何回も何回もキャストするような場合にもですね、早いテンポで表層を引く、ゆっくりなテンポで表層を引く、その後にまた今度だんだん中層低層とね、レンジを刻むような釣り方をすると、単純にエギを沈ませる、時間の中にね、アオリイカにエギを見せてしまうと擦れてしまう、そういったこともね、いろいろ自分なりに予想しながらやっていただくと、よりね、エギを使ってこうアオリイカを釣るというこのエギング、シンプルだけど意外に奥が深いんだなと、楽しみ方もいろいろあると思います。さあ、潮がどんどん上がってきました。潮位が変わるとですね、イカのつけ場が少しね変わるので、今日の潮向きだとどこに回遊してきてつくか。それドン、来たよ。少しいいサイズかな、わかんないけど、追い合わせそんなでもないね。余裕かましてる場合じゃない。来たね。いろいろしております。アオリがっつりです。これはちょっと MH の竿なんで抜けます。はい。さあ、まずめに絶好調、イソスジエビです。イエーイ。ゲッツです。